オリンピックの、ね、開催都市という資産の活用ということで、まあ、ちょっとざーっと端折りまして、まあ、オリンピック関連業務の集約一元化についてお尋ねします。今ね、オリンピック関連の事象がそれぞれの部署でバラバラに行われているんですよね。で、これはね、やはりオリンピックの資産というもの、長野市は他にない強みを持っているので、それを生かす意味で一つに束ねる必要があるんじゃないかと思います。例えばね、なんだっけ、旧第一庁舎の外壁のエンブレム、今外す工事してるけど、その活用、ああ、それだけひどくな、その活用、それを有効に活用しなきゃいけないかと思いますが、いかがでしょうか。旧第一庁舎のオリンピックエンブレム、およびパラリンピックのいわゆる看板は、現在進められております旧第一庁舎の解体工事において取り外すことになります。設置からすでに20年以上経過し、色が褪せてきていること、直径が約3メートルもあり、高い場所での設置を想定されていることなどから、取り外した後は当面保管することとしたいと考えております。以上でございます。はい、MWEB の OMN で有効活用するなんかそんな話があるらしいんですが、それについてはどうなんでしょう。お尋ねの件につきましては現時点では承知しておりません。以上でございます。ではそれを提案しておきます。で、そのオリンピックのレガシーの活用についてですね、ちゃんと長野市は一体的な取り組みをしていくべきだと思います。で、これ一つの、ね、部署がきちんと所管するべきではないか。で、経済面、文化面でこれ最大限に利用することを考える上で、一つの行政計画を作るべきだと思いますね。例えばオリンピックのレガシー、しゃぶり尽くし計画みたいなの、これはまあ仮称ですけれども、そういったものを策定するお考えはないか、お聞きします。オリンピック関連業務におきましては、現在、市の複数の部局において担当しております。ご質問にもございましたように、オリンピック関連業務とそれぞれの部局の担任業務との密接性、関連性や効率的な事務の執行といった観点から、現時点ではその部局の担当とすることが最も適切と判断し、このように分担しているものでございます。どのような組織機構で業務を担当するかにつきましては、オリンピック観光国際化施設管理といったように、事象の捉え方や考え方は様々でございますので、ご提案のとおり、オリンピック関連として集約、また一元化することも一つの手法であると思っております。現在は各部局がそれぞれ担当する業務の責任を持ちつつ、必要に応じ、相互に連携し、また市長あるいは副市長が全体的な調整、指示をしながら業務を遂行しているところであります。当面は集約、一元化も視野に入れながら、現在の体制で東京オリンピック開催による有形無形の資産を活用したまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。以上です。